橋、堤防、トンネル、私たちの生活を支える土木構造物たち、これらは関東大震災などの災害を経て、災害から私たちの生活を守れるよう着実に強く進化してきました。しかし、その進化に限界があることを東日本大震災は知らしめてきたのです。どんなに高い堤防を作っても、津波は嘲笑うかのように乗り越えていきました。そんな東日本大震災を経て私たちが学んだこと、それはどんなに人間が災害を防ごうとしても自然の力に負けることがある。つまり、どうせ大丈夫なんて思わずに自分で逃げる。これが命を守るための基本なのです。ではここで皆さんに一つお聞きしたいことがあります。皆さんは自分は逃げるタイミングを適切に判断できる。そう自信を持って言えますか？避難指示が出たら逃げればいいのでしょうか？しかし、避難指示が災害発生までに間に合わないこともあります。もしくは、どうせ逃げなくたって大丈夫でしょ？そんな風に思ってしまう心理的バイアスも邪魔してきます。そんな状況の中でも、皆さんが自信を持って逃げられる。そう言える、そんな街づくりを今日提案させていただきたいです。ところで、先ほど皆さんに投げかけた、逃げるタイミングを判断できるかという質問。私の答えは、正直なところ、ノーです。逃げるタイミングを判断できなかった経験をお話しします。ある日の夜中、土砂降りの大雨が降り続き、突然私のスマートフォンがけたたましく鳴り響きました。画面には避難指示の文字。私の住む町の隣町に次々と土砂災害による避難指示が出されていたのです。私の住む家の後ろにも崖があります。私ももしかしてそろそろ逃げた方がいいのかな？しかし、暗い中、崖を見つめても、崖は、もうすぐ崩れるよ、なんて教えてくれるはずもありません。私はいつ逃げればいいのか困ってしまいました。こんな私ですが、実は土木を勉強する大学生、土砂災害のことも勉強したはずなのですが、それでもお恥ずかしいことに、逃げるタイミングが判断できませんでした。土木を勉強している私でも難しいなら、まして、市民の皆さんに判断してくれというのはもっと難しいのではないか、と危機感を覚えたのです。そこで私は提案します。構造物が逃げろと教えてくれるような仕組みを。構造物が壊れる前兆を見せているとき、使用したら危険な状態であるとき、それを市民の皆さんが一目見て認識できるような、そんな仕組みです。その仕組みは、ちょっとしたデザインを加えるだけで実現できるのではないか、そう考えています。二つ例を紹介しましょう。まずは、道路のデザインです。道路が大雨で冠水したとき、車が走ってしまうと、車が故障してしまうような水の深さになっていることを教えてくれるデザインです。そんな道路があるのは、東京の代々木。線路と道路が交差する地点で、道路が谷の形になっていて、水が溜まりやすくなっています。その谷の下り坂の途中に、道路に引かれた白い停止線のように赤く線が引かれています。そこには水深 0.5 メートルと書かれています。もし谷の底が水深 0.5 メートルに達したとき、その赤い線まで水が浸かるのです。そのおかげでドライバーは危険な水、水深に突っ込んでしまう前に、対戦を見て危険を察知し回避することができるのです。もう一つの例を紹介しましょう。こちらは神戸大学とダイヤコンサルタントが共同開発したものです。トンネルの工事現場でトンネルを掘った後の土が崩れてきてしまいそうなとき、緑のランプが赤に変化するというものです。これは工事現場に設置された変位計という土のずれを測る機械が異常な値を計測したとき、自動的に色が変わります。この機
なる変異系を使えば、計測された値を見て、危険な状態かどうか判断できない作業員さんでも、すぐに逃げることができます。いかがでしょうか？ペイントを道路に施す、色の変わるランプをつける、どちらも決して派手な技術とは言えません。しかしながら、効果的に逃げろを伝えられるデザインなのです。近年、時代の流れが速くなり、最先端技術ばかりが注目されがちです。しかし、こういった一見地味な工夫が、人々の命を救うことができるのではないでしょうか。災害から私たちの日常を守れるよう、土木構造物は進化してきました。しかし、それは同時に、いざ大災害が起こったとき、どうせいつも通り助かるでしょう。そう思いやすくなってしまったとも言えます。それならば、土木構造物にさらなる工夫を加えて、適切な避難が誘導できるようにするのも、土木技術者の役目ではないでしょうか。そして、市民の皆さんには、そうやって技術者たちが残したメッセージを見逃さず、適切に避難ができるよう、アンテナを張って過ごしていただきたいです。そうして、皆さんで一緒に、逃げ遅れゼロの社会を、目指しませんか？